はい、どうもセリカです。今回はこちらのアニマルブロックガチャひたすら引きたいんですけども、もちろんフルコンプ狙いたいんですけど、今回狙うはこの真ん中のブロックペンギン。この子が出るまでやります。なんでコンプというより、ペンギンが出るまで引きますっていう感じ。もしくはもうペンギンが出たら即終了ぐらいの感じで行きたいと思います。出たら終わります。ただね、前回のコラボで青銭結構貯められたので、ま、ちょっと使おうかなっていう感じ。なんだとこのシーズンガチャ、コラボガチャに比べて非常に出が悪いという感じがあるので、出ない可能性、何十万枚使って出ない可能性もあるんですけども、ペンギンが出たら即終了という感じで行きたいと思います。今ちょうどシーズン始まって当日で、ちょっと欲しすぎて使いたくて、ちょっとまず引いちゃってる感じ。まずは200連やって、様子見たいと思います。もう引いた方いるかな?まだね、当日なんで、なんだこれ!プレイはまだしてないので、皆さんがどんだけ持ってるかとかちょっとわかんないんですけど、ペンギン可愛すぎる。いや、コアラも猫ちゃんも可愛い。で、報酬のウサギちゃんも可愛いのでね、ゲットしたい、揃えたいな、もう触れもしたいな、ぐらい。え、結構星さん来てますよ。いや、200連ではきついか。きついのね。怖い。ただ、もうこれは決めました。ペンギン出るまでやります。ちょっと一回200円で切って様子見ようかなと思ってます。出る?出た?おー!そうでもないか。いや、コラボガチャに比べて狙うのが3体なんで、まあまあなんか気持ち的には1個狙いっていうよりはなんか出れば嬉しいっていうのはあるんですけど、ペンギンが欲しい。いや、可愛いよ、これさ。一緒に触れましたら絶対可愛い。あ、200連終わっちゃいましたね、大体。出ないか。はい、それではちょっと日付変わって土曜日になっちゃいましたが、続きのガチャを引きたいと思います。もうタイトルになってるから、ペンギンが出たら即終了でいきたいと思います。本当は全部狙いたいんですが、昨日は200連ちょっと引いて、あわよくば出たら、初見のプレイ動画撮ろうかなと思ってたんですが、まあもちろん出ずだったので、もう今回はがっつり狙っていきます。いや、もちろんね、全部欲しい。猫ちゃんもコアラも欲しいんですが、この動画ではペンギン狙いでいきます。ちょっとね、現場出て、やっぱ可愛いなと思ったら、フルコンプ狙うんですけど、シーズンガチャはね、コラボガチャは1体狙いって最近多いんですけど、3体狙うのはだいぶ気が楽なんですけど、フルコンプはなかなか難しいっていうのがシーズンガチャで、結構何十万枚投資しないと、フルコンプまでは難しいんじゃないかと思うので、ペンギンを狙います。欲しいよ。可愛いよ、めっちゃ。で、なんかブロック集めて触れましたいなとかも思ってますが、まあ、トータルで差し引きで何十連。出た!猫!可愛い。走れないんだよね。虎猫ちゃんって感じかな。まずは猫が来ました。ペンギンが来たら終わります。ブツッと終わるのかどういう終わり方か、即終了、行きたいです。まず来ましたよ。でも猫、え?待って!コアラも来た!可愛い!先に2体来てしまったっていうことはもうフルコンプ狙うしかないですね。もうペンギンが出るまで、いやー、沼りそう。こう宣言すると大概沼る。いや、こちょっと待って、来たよね、星さん。すごい、コアラ2体に来た。どうしたコアラ。なんかミニミニシーズンあったじゃないですか。ミニミニガチャでキツネとスズメは割と頑張って出たんですけど、コアラだけはね80万かな使って出なかった怖い思い出があって、今2体来たよ、コアラが。嘘でしょ、今、君の話してたの。スキンチェンジしたって。マジで今な、どんぐらいだ、わかんなくなった。コアラが今回出やすいパターンなのかな ?80 万のツケをこう、あ、びっくりした。なんか救急車がブロックに見えた、今。ツケをこう、回収してくれてるこうツンデレなんですよね、これ。恨み、つらみがあると、なんか時間差で、なんか飴渡してくるみたいな。ああ、コアラスキンチェンジした。ってことは猫ちゃん1体、コアラ3体来て、ペンギンはまだ出ずっていうまた、いやらしい感じになってきてますよ。狙うと出ないんだな。ただもうここはちょっと出るまで引きます。絶対に出す。結局フルコンプか。まあでも可愛いんでね、ゲットしておきたい。ペンギン、出るかな?とりあえずは今、どのぐらい使ったんだ?初回で200連引いたんで、16万枚ぐらい使ったのかな ?200 連と今なんか使ってるから、もう数えてない。ガチャを楽しめなくなるんでね、指折り数えてると。ちょっと
もうすぐ夏とはいえ、もう夏か。繊維がすごいぞ。これ初めてかな、繊維5体。やば。ってことはもう夏のペンギンは来るでしょう。かわいいよ。欲しいよ。絶対ね、欲しいと言うと出ないっていう。そうか。スキンチェンジしちゃったよ。コアラがあっという間に。で、多分今回シーズン終わったら、七夕でシーズン終わりっぽいんですけど、ガチャ残らないと思うので、消えちゃうんですよね。ただまあ、5周年とかでなんか復刻とか、次のブロックガチャで来ないか。なんか、これ第2弾なんですけど、アニマルブロック。第1弾、復刻ガチャ来てないですもんね。来た！猫2体目！うわぁ！シーズンスキンで言うと今5匹来てますね。コアラ3体、猫2体。これ猫先スキンチェンジしちゃうんじゃないの？ペンギン来ないか。待ってね、今ちょうど20万枚使ってますね。またね、救急車がブロックに見えるの、なんか鶏かなんかに。前回鶏あったかな？運動会も来てますね。いやー欲しいな。可愛いよね、絶対。こういう意地になってくると、一回休憩挟めばいいものの、連続で引いちゃうんですよ。ここまで使ったら出したいっていう。ただもうコアラの前回のミニミニコアラは80万使って結局出なかったんで、80万使って出たなら諦めれるんですけど、80万でもう無理だと思って諦めちゃったんで、結局80万すっただけ。スキン手に入らず。なんでその辺難しいんですね。ギャンブルとかあんまやらないんで、引き際もわかんなくて、出るまで引くと本当に相当飲まれるでしょ。だからちょっとそれを食い止めようと思うと、もう諦めるしかないんです。あと10回とか言って、それがね、できない。欲しいもんね。ただもう青銭ね、皆さんからしたら余裕がめちゃくちゃありそうに見えると思うんで、なんで引かないんだってなるかもしれないんですが、もっと欲しいのが来た時に、沼ってでも引きたいっていう、この保険能力が働いて、保身的な感じ、なんか不安になってきちゃうので、貯めちゃうし、ケチって使わないけど、今回のペンギンは欲しいと言って始めて、なんか出ないな。かっこよくさ、ペンギンが出たら即終了とか言って、もう30連ぐらいでじゃんバンみたいなのをちょっと狙ってたんですけど、普通にガチャ動画。普通に沼っております。やばい、26万枚使ったかな。そんなに使ってる？やばいよ、コラボガチャの時よりも使ってる。もう猫スキンチェンジしちゃうんだな。おわー。コアラ4体目来ました。出やすいんかな。待ってよ、猫欲しいに切り替えようかな。そしたらペンギンがしれっと来るかもしれない。猫をスキンチェンジしたいっていう気持ちに。もうコアラはいいわ、本当に十分いただけたんで。猫ちゃん欲しいって言ってたらしれっとペンギン来るかな。で、猫ちゃん一体最後狙ってスキンチェンジをしたいと思いますっていう口だけ言ってるとあれかな。気持ち入ってないとダメかな。いやー欲しいなー。なんか起きた、なんか通じた。来たー、来ました、ペンギンが出ました。やっと来た。やばいな、なんか30万近く使ってない？もしかして。やばい、泳げない。ダメだよ、泳げないの、沈んじゃうのかな。ブロックペンギン来ました。やっと来ました、私的に。はい、結局何なんだ、どのぐらい使ったかな。30万枚ぐらい使いました。ブロックペンギン30万枚使って出ましたので、これにて動画を終了したいと思います。ありがとうございました。また来てね。バイバーイ。